そういえば他の人のように私のことを極様と呼んでみる気はありませんか？あなたにそう呼ばれると案外嬉しいかもしれません。私は連合共同体の主、九龍の意志の器です。私に指図したいのであれば、相応の実力を見せてもらいましょうか。空中庭園の構造体はこのようなもので己の能力を上げているのですね。昇進？今の私はもう九龍の頂点に立っています。空中庭園での階級なんて私にとっては無価値。まあいいでしょう。もっと強くなっていきましょう。一番地味な能力だって勝負を左右する鍵となる可能性を秘めているのですよ。これを用いて九龍の最後の誇りを守りましょう。あなたは九龍の盟友という立場で私に助力を求めているのですか？それとも指揮官として私に命令を下しているのですか？ではあなたたちを率いて最後までやり遂げましょう。ミッション完了。よくやりましたね。空中庭園に来たとはいえあなたの配下になった覚えはありません。身の程をわきまえなさい。なんという何もない部屋でしょう。考え方が異なるものとは行動を共にしません。理由があるから今しばらく私の力をあなたに貸しているに過ぎません。ごきげんよう、空中庭園の指揮官。まだこれからの戦闘計画を練っているのですか？無駄だというのに諦めるという言葉を知らないようですね。九龍は自分のやり方で世界の未来を決めるのですから、よそ者とは関係ありません。この世はもうすぐ終焉を迎えるのですから、どんなに懸命にもがいても無駄です。万世明こそ私の唯一の道なのです。万世明に賛成できない。あなたは隊員に幻の希望と実在しない未来を与えることを是とするのですか？それこそ残酷で愚かなやり方でしょう。どうやら私にも同じようなことを解こうとしているのですね。あいにく私はあの愚かな子供たちのように騙されはしません。この時代の最後の希望が消える前に、できるだけ私たちが生きた痕跡を残しておく。そして長い長い年月を経て、その痕跡は最も永遠で完璧なものになる。これこそが一番美しいことなのですよ。潔く終焉を迎えることこそ、この星で最も知性のある高等生物にふさわしい結末。むやみにもがくなんて醜悪極まりない。ビリアのことですか？余計な感情に駆られるままに非合理的な行動をとるなんて、愚行以外の何者でもありません。彼の結末は彼自身が選んだものですから、私がどうこう言うことではありません。そういえば他の人のように私のことを極様と呼んでみる気はありませんか？あなたにそう呼ばれると案外嬉しいかもしれません。動機が不純なものの媚びや賄賂の類は嫌気がさすほど見てきました。あの者たちと同じ考え方をしているのなら、さっさと諦めなさい。私にこのような庶民が使うもの、よくこの私の目の前に持ってくることができましたね。あなたたちのような者にとって九龍の意志と選択は、やはり理解しがたいことだったのですね。まあ、お供えであれば受け取ります。あなたの頼み事、特別に一つ聞いてあげましょう。こんな甘い考え方を持っているとは、どうやらあなたは、まだ失い足りないようですね。十分な価値があるものであれば受け取ります。受け取ってほしいのであれば、できるだけいいものを探してきなさい。私が絶望しているように見える？あなた、自分が何を言っているのか、ちゃんと理解していますか？いいですね。珍しいものを選ぶことに関しては、センスがある方ですね。ここは思った以上に賑やかですね。未だに少し慣れないようです。なぜって完成台はとても静かでしたから。でも悪くはありません。そこまで言うのなら受け取ってあげましょう。何、九龍の下に眠っている文化財を少し移動して場所を作るだけのことです。いつも勝手に人の前に現れて、勝手にわけのわからないことをやって、人を困らせるのが好きなのですか？いっそのことあなた自身を彫像にして私に捧げてみては？九龍の一番目立つところに置いてあげますから。冗談。やはり生身の元気なあなたが一番ですから。九龍の主であるこの私を待たせるなんて、いい度胸だこと。リーダーともあろう者がこんな怠惰な様子を見せてはいけません。今すぐ立ちなさい。やはりいないのですね。支配と命令だけの権力者ではなく、部下と共に戦う指揮官ですか。道理でレイブン隊の人たちが寝てしまったのでしょうか。では少しの間休ませてあげましょう。一体何をしているんです。特に用事がないなら下がりなさい。創造士、今日はここまでにしましょう。それとも空中庭園ではいつでも指揮官をこき使ってもよいということでしょうか。事務系のことなら私に任せなさい。あら、上手である私の能力を疑っているのでしょうか。違うのなら早く休みなさい。言っておきますが、今回だけですから。よく来てくれましたね。今日はまた何か私を煩わせることでも思いついたのですか。ごきげんよう、レイブン隊の指揮官。来ていたのですね。食事はもう済ませたのですか。何ですか。何か聞かれると都合が悪いことでも。やっと来てくれましたね。ではこれから数日間の戦術計画について教えてください。あなたの今後のスケジュールは全部私に任せたらいかがですか。やっともがくのをやめたかと思ったら、今のこの気持ち、喜びなのか失望なのか、一体どちらでしょう。侵食隊による襲撃ですか。民を先に避難させないと。あ、大したことではありません。慎みなさい。無礼な方ですね。あなた、尊敬という言葉を知らないのですか。こんなことをするなんて、私の怒りを受け止める覚悟ができているのでしょうね。なかなか良い成果ですね。まあ私に認められた指揮官ですから、実績くらい出せて当たり前でしょ。むやみにもがく虫けらに存在する価値があって、これが九龍の意志。崩壊なさい。刃の上で舞い上がれ。歴史の中に消えてしまいなさい。たかがこの程度、油断してはなりません。弱き者は滅びるしかない。やはり私は、この私に雑務をさせるなんていい度胸なこと、一掃してやりましょう。あと何回このような無意味な戦いをしたら、無駄なあがきをやめさせられるのでしょう。即使我来到了空中花园，也并不代表我便屈居于你的麾下。看清你的身份。我是联合共同体的主人，九龙意志的容器。你既然妄图指挥我，就先让我看到足以令我认可的能力吧。空中花园的构造体。就是靠这种东西提升自己的吗？晋升。我如今已经站在九龙的顶点，空中花园的直接对我来说毫无意义。也好，不断变得更强吧。哪怕是最不起眼的能力，也有可能成为决定胜负的刀刃。我会用它来守护九龙最后的骄傲。你是在以九龙盟友的身份寻求我的力量，还是以指挥官的身份命令我？那么，我会带领你们坚守到最后一刻。任务完成了吗？很好。即使我来到了空中花园，也并不代表我便屈居于你的麾下。看清你的身份，真是一无所有的坊间。道不同不相为谋，我只是出于自己的考量，暂时将力量借给你而已。免礼，空中花园的指挥官。还在制定之后的战斗计划吗？明明一切都是徒劳，你真是不懂何为放弃。九龙会以自己的方式决定世界的未来，不需要外人插手。此事已经接近终焉，不论怎么挣扎都是徒劳。万世明便是我唯一的道。对万世明无法苟同，但你给你的队员许诺下虚幻的希望与未来，才是最残忍且愚蠢的做法。现在你也想对我做同样的事情吗？ 我可不像你那群小孩子一样好骗。在这个时代最后一丝希望熄灭之前，尽可能的留下我们存在过的痕迹，然后跨越无数岁月，让那些东西以最完美的姿态成为永恒。这不是最美的事情吗？体面的迎来终末，才是与这星球上最具智慧的高等生灵相符的结局。 匍匐于地、苟延残喘的样子，实在是过于丑陋。你想知道韦里耶的事情？让无谓的感情驱使自己行动，本身就是愚蠢至极的行为。至于他的结局，那是他自己选择的末路，我对此不予置评。说起来，你要不要试试像其他人一样，叫我曲大人？ 被你这样称呼，或许能获得意想不到的愉悦。心怀不轨之人的阿谀与贿赂，我见得太多。你如果和那些人是同样的想法，趁早放弃为好。送给我的这种庶民使用的东西，你真敢就这样拿到我的面前？让你们这些人理解九龙的意志与选择，还是过于困难了。 姑且接受了你的上供，便让我听听，你对我有何所求吧。会有这样天真的想法，看来你失去的东西还不够多。只要是有足够价值的东西，我都会收下，尽可能进献一些好东西来吧。我看起来很绝望，你知道自己在说些什么吗？ 不错，在挑选珍品上，你还是有些眼光的。这里比我想象中要喧哗，有些难以习惯。观星台上一直都是寂静的，不过这并不会令我烦心。既然你这么坚持，那么我就收下了。也只是在九龙之下沉睡的文物中腾出一点点位置放置而已。 你总是这样擅自出现在人面前，擅自做一些莫名其妙的事情，让人困扰。干脆把你自己做成雕像献给我吧，我会保管在九龙最显眼的位置。开玩笑的，你还是这样充满生机的样子才好。让我堂堂九龙之主在这里干等，你可真是好大的胆子，如此怠惰。 这可不是一个领导者该有的姿态。现在马上给我站起来！又不在吗？不是位居高台，而是与部下同进退的指挥官。难怪回押那群人会睡着了吗？那么，就让你休息10分钟吧。你究竟在干什么？如果没有别的事，就退下吧。你太聒噪了。 今天就到此为止吧。还是说，空中花园都是这样剥削指挥官的？文书工作交给我来处理。怎么？你是在小看我身为城主的能力？不是。那还不快去休息？先说好，仅此一次。你来了，今天又想出了什么烦我的方法？免礼。 回押的指挥官，你来了，吃饭了吗？怎么？我问这种问题很奇怪吗？你终于来了，那么，来给我说明一下未来几天的战术安排吧。不如你以后的日程，都由我来安排吧。我以为你终于选择放弃挣扎了。我现在的这种心情，究竟是喜悦？ 还是失望。这是感染体袭击吗？得先让子民们避难。并不是什么大不了的事情，注意仪态。无礼之人，你不知尊敬为何物吗？会做出这种事，就代表你已经做好承受我怒火的觉悟了吧？不错的成果，被我认可的指挥官。 果然还是能拿出一些实际的。匍匐在地上挣扎的蝼蚁，没有存在的必要。这就是九龙的意志。崩毁吧！于刀尖之上起舞，化作历史的齑粉吧！这种程度不可大意。弱者注定破灭。我果然。 还真敢让我出面处理杂事，无礼之徒，横扫千军！还要经历多少这样无谓的争斗，你们才会停止挣扎呢？